ポイントハウス群高根台団地は、千葉県船橋市に立地する日本住宅公団の造成した公団住宅である。前原団地、時和平団地に次ぐ、新京成電鉄線沿線の大規模団地として造成され、1961年8月25日に入居開始した。重道設計は、津波田周一。2014年12月の時点では、 完成時の全293棟のうち、1から172号棟及び283から293号棟は、老朽化のため現存しない。1999年度より老朽化が進行している住湯の建て替えを進めている。独立行政法人都市再生機構のアートヒル、高根台という高層住宅をはじめ、民間の不動産デベロッパーに委託しての分譲。 賃貸住宅、さらには、高齢者対象の各施設に子育て支援施設、総合病院などへと変貌を遂げている。その一方で、UR の示した計画などによると、173から282号棟の地区の建て替えは当面行わず、現行の住棟を継続して使用するとの建て替え計画の方針の転換が図られた。また、 現在建て替えが進んでいる団地でのこのような方針転換はこの団地が初めての事例となった。そのため、前述の地区の110棟は、重当の修繕が引き続き定期的に行われている。2014年2月末までに UR の建て替え予定分のアートヒル、高根台、全23棟が竣工民間委託分の中でも野村不動産による、 小て住宅群が2013年末にはほぼ完成し、その他の業者も引き続き建設を進める。そして、2020年度末までに、建て替えの対象エリアすべてに、各種建物が完成しで揃った。高根大団地の一部の住棟を除去したエリアでは、次の各施設が竣工した2月時点。高根大団地へ第一人機能120人入居。千葉日報。 ピアニッシモ6平成11年度建て替え事業着手団地の概要都市基盤整備公団2013年12月11日閲覧ありがとうございます